小岩正明は、日本の特農家。一般社団法人日本有機農業、普及協会理事長。株式会社、ウルフホールディングス代表取締役社長。株式会社ジャパンバイオファーム、代表取締役会長。株式会社ジョアー代表取締役。農業生産法人株式会社ブルーファーズ、代表取締役。ウルフ理論、ビオロジカルファーミング。 ブロフ生態系調和型農業理論の提唱者。NPO と、福島、小松島有機農業サポートセンター校長。八ケタ家中央農業実践大学校講師。日本有機農業学園原理事。有機農業技術会議設立呼びかけ人。SDGs をテーマとした、国連職員向けのカンファレンスにて、第一席となる。茨城県つくば市に生まれ農家で育つ。 外国語学部と農業関係の大学で学ぶ。1985年、就農。オーストラリア有機農業研究所で微生物エンジニアとして牧場の土壌改良を研究する。2000年9月7日、株式会社ジャパンバイオファームを設立。2011年10月17日、株式会社、北国と業務提携。2015年2月、 農業生産法人株式会社ブルーファーズを設立、代表取締役に就任。2016年、東京大学理科学研究所日本有機農業普及協会が共同で、ブルフ理論の実証実験を開始。2019年1月24日、株式会社ジョアを設立、代表取締役に就任。8月22日、NTT コムベアと、 ブルフ営農支援サービス実証実験を8月上旬より開始農林水産省による取り組み有機農業の推進に関する予算持続的水産強化対策事業の内有機農業推進総合対策事業20歳での実証2020年8月25日第1弾ブルフワやドクトル水筒版をリリース2021年2月16日 株式会社ブルフホールディングスを設立。ありがとうございます。